今回の最大の目的であります交換レンズで動画撮影できるということに関しましてはかなり達成感がございますニコンがレンズを出すには他社よりも効果的に優れてなければいけないこのことを最重視して設計をいたしました動画時の音を消すということに関しましてはレンズの駆動音の低減もしなければいけません このレンズの駆動の低減に関しましては、メカ設計のみならず、電気担当、ファーム担当と十分協業し、達成することができました。レンズのデザインにもこだわりを持ちまして、高品位のものを目指しました。金属リングを入れることによりまして、物の価値を高めることができました。それから、小型化を達成させるために、鎮動方式を採用いたしました。 これによりレンズを薄くすることができ、携帯性に優れたものを作ることができました。今回の4本のレンズは静止画撮影のみならず、動画撮影においても高いクオリティを発揮いたします。中でもパワードライブズーム機構を有するレンズは、滑らかなズーミングをすることができます。ニコン1の動画を見てみると、静止画が動いているような美しさがあり、私自身、動画に対するイメージがガラッと変わりました。 このカメラを使って動きの激しいスポーツ撮影などに挑戦してみたいと思います。